集団ストーカー犯罪を一般の人に知っていただくために立ち上がっています。この集団ストーカー犯罪はターゲットの個人情報が入手不可欠で、そのために、はい、渋谷駅到着しました。相変わらずの人ですね。パソコンハッキング、通信傍受、GPS、あるいは住居侵入を、今ジェディさんがやってくれてます。過去、現在までの全ての情報をもとに始めます。その手法は大人数で付きまとい、変わる変わる現れ、咳払いや悪意の個人情報をほのめかし、アンカリングという個人情報を服装や仕草等で知らせます。じゃあこれから準備してやります。これらは見ず知らずの不特定